セレッソの一番いいところは、年間パスポートに育成費をプラスで入れてるんですよ。花坂クラブと言いまして。聞いたことあるね、花坂。まあだから、例えば年間パスポート3万円やとしたら、2万7千円が座席代で、3千円をその育成世代へのお金に強制徴収です。任意とかではなくて強制です。それのお金で、集まったお金で海外遠征とかに行って、大会に出て、早いうちからそういう世界を知るっていうのをしてるんで、それはすごいいい取り組み。そうだね、若い子にしてるっていうなんか意識も持てるもんね。そうですね、ユース優秀だもんね、本当に出てくるやつ。そうなんですよ。ただちょっと今そこもなかなかあれけど、風間さんが来てすごくなるんじゃないですか。まあこれは仕方ないことなんですけど、風間さんが来てやっぱり風間さんのサッカーを一からやるっていうのは時間がかかるんですよ。現3年生が試合に出れない。あ、それは染みついたものが変えれないってことですかね。風間サッカーを染みつかせるためには時間がかかるんで、3年生が試合に出るよりは2年生を中心に、しかもやっぱり足元重視、うん、そうだね、止める蹴るができないとね。だからほんまにこんなこと言ったらあれなんですけど、もう3年生の 4,5 人は転校しました、移籍。結構大変ですね。風間さんって劇役だな。いや、そうなんですよ。広告高校に行ったりとか、東福岡行ったりしてますね、転校した子は。ポチョいただいて、風間さん最低3年かかるんで隠してください。中村健吾さんが言うからにはそうです。なんで、まあ、風間さん自体は多分すごい人だとは思うんで、ただまあ、その3年生のコーラのことを思うと、ちょっとセレッソのことは好きでいてほしいな、ぐらいな、ちょっと。感じですよね。なかなかの情報を聞いたと。風間革命。そうだ。革命が血が流れるんだね、やっぱり。はい。うん、まあ、いろんなメリットもあると思うんで、一概に悪いところだけ取り上げても仕方ないんで、あれですけど、まあ、ちょっとやっぱセレッソってそういう、なんか、中身で争うこと多いんで、内部で。そうですね。どうなってんの、本当に。今、ちょっとその辺、かなりドタバタしてると思います。さ、サポーターとしてはどう思ってんの？どういうクラブだと思って応援してんの？なんかそれで終わらすわけにはいかないこともありますよ。なんでただやっぱコロナ禍なんで、あんまり過激な行動もできないんで、まあでも納得してないこといっぱいありますよ。でもまああんまなんか言ってもあれなんであれですけど、花坂クラブを考えた人の一派みたいなのがあったんですよ。ユースに力入れようみたいな一派だね。と今の風間さんを招聘した一派があったんですけど、結局風間さんが入ったことっていうか、まあそこなったんで、この花坂クラブを作った一派の人たちは、はい、今なんとほとんどマリノスに行ってます。花坂クラブいい話だと思ったら、いや、そんなオチが。いや、だから、いい話じゃないですか。で、セレッソが、まあ、その人の、もう、ちょっと、まあ、違う理由もあってっていうのもあったんですけど、ちょっともう、セレッソから離れるってなったんですよね。そしたら、その瞬間に、やっぱ、そういうことを考える優秀な人材っていうことで、マリノス、マンチェスター、シティグループが。すごいな、マリノス、そういうとこは。ボーンって引き抜いて、で、まあまあもう普通に公に出てる話なんで、マリノスの今年のアンダー18の監督は、去年のセレッソのアンダー18の監督してた大熊さん、弟、大熊ゆうじさんになってるんで、花坂クラブみたいな、マリノスなんとかなんとかっていうのを始めてましたよ。花坂マリノスみたいな。花坂マリノス。でも、セレッソも花坂クラブ自体は辞めないと思うんで、これを辞め出したら、もう僕らもちょっと勘弁してよって感じなんで。うん、そうだね。なんか、ユースからいい選手来ないセレッソって、タサポから見ても魅力ないよね。そうなんですよ。結局ね、与一郎とか、ケンユーもそうですし、ホタル君も、オイアラとか、J1 で出てる選手いっぱいいるのに、全員、日本代表じゃねえか。そうです。全員、セレッソにいないのもやっぱ問題だと思うんで、そういうところも含めて、まあ、どうなっていくんかなって感じです。チャンネル登録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 。怒られるぞ。